まず入れ替え戦ということを経験している人がチーム内に誰もいなかったので、とにかくできる準備を続けて、臨みました。うちのところの準備も、まあ、当然そうなんですけども、そうじゃない今日 のスタンドの雰囲気作りだとか、こういうところもすごく頑張ってきてくれてたんだなというのを感じまして、でその本当にスタンドの雰囲気を力に変えて、選手たちが本当にできすぎというぐらい の試合ができたんじゃないかなと思います。で自信持ってきたんですけども、だけどやっぱりカリアさんは本当に JFL でやられてるだけあって、本当に前半はすごく、大変な試合で、どういうふうになるのかなというのは自分でもちょっと想像つかなかったんですけども、まあ、ただ私よりも選手たちの方がやっぱり経験ある選手を中心にしっかり戦いきってくれて、自分たちの戦い方を貫き通せて、そういうところが今日は本当に最後までやれてよかったなと感じました。はい、心身のそれぞれの準備をしまして、体はもう TCL で酷使してたので、まあ、最初の1週間はちょっと軽めに徐々にこう、いつもの1週間に戻していって、今週の、今日の試合に向かっていくかというのが体のところと、あと心の方は入れ替え戦があることのメリットをみんなでこう考えていって、もし入れ替え戦勝って昇格することができたときには最初に今年の中に JFL のチームと試合ができるとか、この入れ替え戦あってよかったねとみんなでそういうような気持ちで臨もうということで、まあ、そういう心身の準備みたいなのはしていきましょう。はい、ものすごい難しい問題ですね。はい、そうですね、しごきが本当にそういう現場私見たことはないんですけども、まあニュースとかでもまあ聞いたりするんですけど、やっぱりさっきの話じゃないんですけども、やっぱり自分一人ではなくて、やっぱり同じしごかれてる仲間が多分いると思いますし、でそのしごき仲間が頑張ってるんだったら、それ見たら自分もひょっとしたら頑張れるかもしれませんし、自分一人でちょっとしごきでやっぱり大変だから、なんか物申したいなっていう時に、まあ自分一人で怖いんだったら仲間と一緒に物申せばいいと思いますし、なんか自分一人で本当に抱え込まずにみんなを巻き込んでこうなんかいい雰囲気作る、そういうのがなんかすごくいいと思いますし、あとはなんかやっぱりそういう、お手本をなんか探して、本当にその自分たちでこうなんか勉強しに行って研究しに行って、そこのグループはなんでそんな風になってるのかとか、まあやられっぱなしじゃなくて自分たちでもなんか道切り開いていくとか、人にこう人生決定されないで自分でこう主体性を持って何か変えていこうとする姿勢とか、なんかそういうのをしっかりと持つっていうのがすごく大事なんじゃないかなと思います。はい、以上で記者会見を終了いたします。お集まりいただきありがとうございました。どうもありがとうございました。